こんにちは、大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日ですね、税務相談 Q&A、 相続で取得した不動産どうやって申告するというテーマですね、お話ししていきたいと思います。では今日の質問内容になります。昨年1月に父に相続がありました。兄弟間で揉めていまして、昨年12月に私が相続することで遺産分割協議がまとまりました。確定申告はどのようにすればよいでしょうか、こういった質問内容になっております。このチャンネルではですね、大家さんの税務相談の Q&A を1日1つずつですね、解説していっております。私が過去メルマガで書いていた相談内容から厳選してですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それからメルマガの登録ですね、こちらも概要欄から無料でできますので、こちらもぜひですね、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、回答の方に行きたいと思います。相続から遺産分割が確定するまでの期間については、各相続人がそれぞれの相続分に応じて所有していたことになりますよということなんですね。まずこれが前提になってきます。したがってですね、その期間の賃料は各相続分で分割した賃料収入及び経費で計上することになりますよということですね。遺産分割後はですね、単独で所有しているので、全ての賃料及び経費をですね、計上することになりますよということになります。つまりですね、遺産分割成立する前までか後かで、その賃料収入ですね、計算がちょっと違いますよということになります。つまり相続から遺産分割成立前までは法定相続分で計算していきますよということですね。で、遺産分割成立後から年末までですね、遺産分割成立してから年末までは単独所有として計算していきますよと、これを合算してですね、合算して一つの申告書にまとめて、確定申告していきますよということになります。で、注意点ですね、注意点としては減価償却の償却方法、これにちょっと気をつけてくださいということになります。減価償却の方法については、相続での取得というのは新たな取得として取り扱われますよということなんですね。例えばですね、この被相続に亡くなった方が旧定率法で計算していたとしても、その方法を引き継ぐということはできないということになります。なんでかというとですね、平成10年4月以降に取得した建物、それから平成28年4月以降に取得した建物付属設備および構築物というのは定額法での償却方法しか取れないんですよ。なので、被相続人が定率法とか旧定率法で償却していたとしても、定額法で償却することになりますよということになります。相続人にですね、減価償却資産を取得した場合には、そのものがですね、引き続き所有していたものとみなされますよと。でよってですね、減価償却資産の取得価額、未償却残高、償却期間は被相続人のものを引き継ぐことになりますよということになります。つまりですね、償却方法は引き継がないんですけれども、これらですね、取得価額、未償却残高、償却期間は引き継ぎますよということになります。例えばですね、取得価格が5000万円でした。未償却残高3000万円ですと。で、準確定申告でですね、計算した未償却残高ってことですね。で、償却期間が22年、償却率が 0.046 だと、します、定額法ですかね。で、その場合にですね、取得価格を引き継いでいきますの で未償却残高も引き継ぐんですけども、償却の計算としてはですね、定額法だとですね、3000万 ×0.046 で138万円なのか、5000万円 ×0.046 で230万円なのかとですね、未償却残高から償却するんじゃなくて、そもそも取得価格を引き継いでますので、この5000万円からですね、償却をするということになります。ただその未償却残高は、3000万という未償却残高は引き継ぎますよということになりますので、この点ですね、ちょっと間違いやすいところになりますので、気をつけていただければと思います。